からはこの方も一緒にお届けしましょう。どうぞ。どうも、上田かなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やったー、久しぶり。お久しぶりです。番組としては2度目の。そう、意外と2度目っていうのが。この間生放送だったよね。そうなんですけど、でも多分まだ一桁台の頃じゃないですか。そんな4回目、え、あの今回102回。何それ、すごい。そんなだったんですね。なんかこう私たちあの FGO フェス、夏のイベントで私ご一緒させていただいて、そうそうそう、みなみちゃんは去年の冬祭りの祭り、FGO 関連もそうだけど現場とかねフラッとあったりするから、はい、なんかこの間フラッとあったりついこの間数日前ぐらいに、ね、あったらしいという噂を聞きましたよ。素晴らしい。来週よろしくお願いしますって言って、私一瞬あれ待ってなんだっけって、あーラジオラジオって後で終わってそうだったんですね。そうなの。なんか私もその現場では最近会えてないんですけど、うん、よくツイッターとかで、うん、あのイベントの、うん、あのこう交換期限ギリギリにいつもつぶやいてくださるから私はそれで思い出してイベント交換忘れてたってよく。私もうだいぶ失敗してるから、もうこれは同じ苦しみを味合わせまいと思っていつもつぶやくようにしてます。ありがたい。助けられてて、もうリンと同じようですねって言ってたりしましたもん。そうそうそう、星用の交換の時。そうなの、今回はちゃんと交換した。よかった、エジソンにしたよ。あ、エジソン、いいですね。エジソン確かに私も周りも結構交換してる方多かったです。やっぱストーリーガチャでね出るキャラクター交換した方がいい気がしちゃって。そうですね、確かに確かに。その私はニートちゃんを。あ、ニートちゃん、あ、今度重ねたの。あ、もと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 もいや聞きました、すごい嬉しかったです。田中みな実が結構上位に食い込んでたというあのマルキューレも食い込んでた、食い込んで星読んでそうなんです、嬉しかった、どうでした冬祭りの方の子。いやすごかった。あの前の去年の冬祭りもねご一緒してすごい楽しかったんだけど、はい、今年はあのテーマがサーカスじゃない、はい、だからあのイベントホールにサーカスのテントみたいなあのそれがそのまま立ってて、でもう雰囲気がすごいの。なんかあ、まあ、他の会場は分かんないけど北海道会場はあのなんだろう、照明にフォー君があのピョーンって飛び越えてたりとか、ボールの上に乗ってたりとかボール追っかけてたりとかする照明がピピャーってなってたりとか、あとなんだろう、あのサーカスにいそうな団長みたいな人がいたりとか、すごいちゃんと仮装といいますか、仮装じゃなくてスタッフさんがねそういう格好してるの。じゃあ本当にもうサーカスの人たちみたいな。本当にそう。で、あのマスターさんたちがあの来てくれる方たちが三角帽かぶってて、あの赤と青と緑の、本当サーカスに来てるみたい。わあ、なんか鶴岡さんとも一緒に帽子かぶってましたよね。すごい可愛らしい帽子。あとスライダー用イヴァンさんの。あれ結構人気でした。いやすごい、あのね、何分待ちだっけ、何十分待ちだよね、何じゃ何百だよね、60分待ちだった。アトラクションそうそうそう1時間も1時間待ち、すごい、めちゃ大きいよ、びっくりする。すごい、予想よりも大きいんだろうな。予想よりも大きいのよ。やっぱ女性の方滑りたいよって人はスカートじゃない方がいいかも。なるほど、ズボンで、うん、そうそうそう、ズボンで、うん、確かに。そうすると心置きなくフィアーっていけるでも結構速度出そうですもんね。結構出るね。うん、ちょっと私たちも行くときにはね。そうですね、私も大阪、伊沢、熊本、ちょっとね、ズボンちょっと持っていかないと。持ってってね、絶対持ってきます。あれでもいいよ、あのテニスの下に履くやつみたいな、見せるやつ。ああ、見せる、見せる、見せに行かなくてもいいけどさ。見せない、見せない、見せないやつ。ズボンを絶対に履いてるやつ。でもそんな FGO のその冬祭りがね先日あったりとか、うん、あとはちょっとかなさん関連で振り返ると、はい、ローさんのコラボ、あ、そう、イシタルとエリシキガルの、そうなんですよ、やらせていただきました、まあ、クリアファイルとか、はい、あと店内放送がねイシタルとエリシキガルでやらせていただいて、はい、どうでした、お二人としての掛け合いと言いますか。いやでも掛け合いはそんなやってなくて、それぞれにあの別れてやったんだけど、ちょっと恥ずかしいね、自分の声がさ上から流れてるから。いやそれも私行った時にもう
クリアファイルなかったの、イシタルエルシキガルの。本当に大人気でしたね、うん、そうそうそう、私も行きましたけど。でなくて、どうしよう、とりあえずあの、まあ、クリアファイルはないけど放送だけ2週聞きたいから、ちょっとうろうろしたりとかしながら、うん、やってた。コンプと言いますか、じゃあ聞けたんですか。そうそうそう、聞いた。 あとあの FGO 味食べたよ。あ、唐揚げくん、唐揚げくん、フライドガーリックオニオン味。そうそう、で唐揚げくんのさ裏見た？あ、見ました。あのサーハンとかさ何種類かあるんだけど、ちゃんとエルシュだったの。すごいと思って、職場引いてきたってやっぱあるんですね。そうなの、シリアルコードとか欲しかったな。あ、サーバントあげますみたいな。せっかくエルシュだったから欲しい、欲しい。それはもう殺到しますね。唐揚げも食べられてサーバントまで美味しすぎる。でも本当ローソン大人気で、私もそのいろいろ仕事の合間とかにコンビニよく行くじゃないですか。うもう入った瞬間にエレちゃんが流れてきて、あ、たすごい嬉しかった。でも時間帯とか見ましたもん。なるほど、この時間帯にこれが流れるんだな。何分だったな、何分だったな。もう一回聞こうっつって。タイミングが結構ね、測って、多分みんなもね、結構多分うろうろしてる人は多分みんな、怪しいスピーカーの下の人とか、スピーカーの下行きましたもん、私も。私、ローソンあるたびにやっぱ回ったもん、どっかにクリアファイルないかなって。そうですよね、確かに。いや、私、結局なんですけど、うん、こんなにローソンの話しといて、うん、私、めちゃくちゃ恥ずかしがり屋みたいで、結局、唐揚げくんを頼むときに、すだちくださいって一番なんかこう普通の女子が頼みそうなやつを食べた。 FGO の絵も言わなかった、もったいない、すだちくださいしか言わなかったんですけど、うん、でも結局そのすだちを買って裏側を見たら、うん、ガンクツオで、この辺のピックアップ引いたやつじゃん。そうなんです、うん、第4回でラジオを一緒した時に待ったんだよって言って録画してましたもん。そうだよね、舞いながらやったよね。待ったら出たって、待ったんだよって。本当にそういうつながりありましたあるね、はい、ね、頑張ってすだちって言ってよかった結構言えないんだなって思いました。よかったです。はい、